就活応援番組ネイビーサークルのレディーゴー兵庫。さあ皆さんこんばんは、ネイビーザフロー、はじりです。皆川です。ラジオ関西アナウンサーの津田明日香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。就活応援番組ネイビーザフロのレディーゴー兵庫。この番組は就職をした先輩や企業、現在就職活動中の学生、大学のキャリアセンターなどのお話を聞いて、就職活動に役立つ情報を楽しくお伝えしていく番組です。はい、はい、今月は三宮にあります120ワークプレイス神戸からお送りしています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、嬉しい。めっちゃたくさん集まっていただいて、ほんまに嬉しいですね。うわーすごいですね、この前ね、はい、あの、はい、インスタグラムでね、うん、その質問をね、はい、募集したんですよ。あ、ストーリーでね、はいはいはい、質問募集できるん分かりますかね。できるんですね。あれって匿名じゃなかったんですか。あれ匿名じゃないです。質問が送られてきたら、誰からこういう質問が来ましたっていうのは僕が見れるんです。あら、で、いっぱい質問が来てて、はい、で、バーっと見てたら、まさかの津田さんから質問来てまして、僕に匿名やと思って送ったんや、じゃあ、はい、そう、誰か質問ありますかって、はい、その怖い怖い送ったら、津田さんから質問来てて、うもう10回ぐらいやってます。どんな質問が来てるのかと思ったら、好きな食べ物は何ですか。いや興味ないんか俺に。なんや、匿名やからもっとエグいこと聞いてんのかと思った。違います、好きな食べ物は何ですか。ちゃんと答えてあげたんですか。いやもう今じゃあ慎んでお答えします。あ、じゃあちょっと改めてお答え聞いてください。明太子スパゲッティです。ですって。わかりました、ありがとうございます。興味ないやないか。自分で聞いて。なんやそれ。わかりました、ありがとうございます。明太子スパゲッティに対して。ほんまに、いやー、冷や汗冷や汗、仲良しでね。ありがとうございます、見ていただいててありがとうございます。また送ります。僕らの、お願いします。僕らの単独ライブも毎月見に来てくれてますから。そうなんだ、毎月僕ら単独やらせていただいてるんですよ。そう、あの舞台上からね、結構知ってる方が客席にいたら分かるもんなんですよ。うん、結構顔パッて目につくんですよね。はいはいはい。見える、津田さん見えたことある、舞台上から。いや、俺はね、割とちょっとね、お客さん見えひんタイプやから。僕はね、結構見るんですよ。津田さん見つけたんですけど、はい、毎回ですよ、もう暑い時の犬ぐらい笑ってますよ。ベロ出して笑ってんのそれ。いや、ありがたいです、ね、嬉しいんですけどね。ありがたい、ありがたい。それぐらい面白いんですよ、うん、本当に。皆さん、ね、一回ぜひ行ってください、行ったことない方はもう。まあまあ、でもそんなもんやってますからね、このラジオを聞いていただいた きっかけに、舞台もぜひ見に来ていただきたい。よろしくお願いいたします。はい、それでは今日も、ちょっとちょっと、なんだ、はい、リトルちゃん、ちょっと私もライブ一回見に行ったよ。あ、ありがとうございます。リトルちゃん、どうでした。そうや、君たち意外と人気あるんやね。意外とじゃない。毎回満席ですもんね。満席やった。そんなことないですよ。立ち見でしたよ私。え、リトルちゃん立ち見やったんすか。席取れへんかったよ。うそ、言ってくださいよ。疲れるわ、1時間立ちっぱなしは。席にリトルって貼っとくんで。はい、そこ座ってください。よろしくお願いします。お願いします。やった、また来てくださいね。はい、行きます。はい、はい。じゃあそれでは本日も参りましょうか。はい、ネイビーザフロのレディーゴー。この番組は兵庫県の提供でお送りします。兵庫県で就職するならネイビーザフロのレディーゴー兵庫。就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなどの方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。はい、はい、本日はですね、ただいま就職活動中の学生さんと、はい、もう内定が決まった学生さんにお越しいただきました。めっちゃリアルな声聞けるんじゃないですか。です、ね、兵庫県立大学の蛭田真由さん、野田光雅さん、甲南大学の今北咲さん、斉藤優里さんです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、ありがとうございます。よろしくお願いします。就職活動中の学生さんと内定が決まった学生さん、どういう、まだ活動中なのは内訳ですか。あ、野田さんかな、はい、野田さんが就職活動中、はい、なるほど。あ、他のじゃあ3名の女性陣はもう内定が、うんうん、もうホッとしてるところですね。おめでとうございます。まあでもちょっとじゃあその内定決まってらっしゃる方に聞いてみましょうか。どういった就職活動されたのか。はい、じゃあちょっと今北さん、はい、はい、お伺いしてもいいですか。はい、どうでした就職活動は。
就職活動は、うん、そうですね、結構早めから活動はしたんですけど、3回生の夏ぐらい、あ、夏ってだいぶ早いですね。早いですか？そうなんですか？めっちゃ早いと思います。インターンシップに参加してから、うん、はい、学内の、就活イベントとかに参加するようになって、はい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 、で就職活動を進めていきました。ゆとりを持って始めて、はい、で、まあね、今、はい、決まった、まあ、職種ぐらいは大丈夫ですかね、はい、金融業界に。金融業界、うん、すごい。それはご希望されてた形なんですか？はい、あ、自分の志望業界。おー、はい、よかったですね、それ。本当ですね、それはインターンでやっぱりここやってなって、うん、就職なさったんでしょうか？そこにはインターンシップには行けてなかったんですけど、ね、はい、専攻を進めていく中で自分の希望が見えて、あの業界絞っていってという形で決めました。おー、すごいですね。なるほど、はい、結構やっぱ大変でしたか？結構大変でした。そうですよ、何が一番苦労しました？モチベーションの維持が一番自分の中では大変で、あー、なるほどね、それに関してはね、もう散々ね、こうこの番組でねアドバイスいただきまして、確かにモチベーション、はい、もう、あー、もう嫌やってなる時があったんですか？なかなかこううまく選考に進めない時とかに結構落ち込んだりして、あの気持ちの面で就職活動にこう前向きになれなかった時とかがあったので、そこが一番苦労しました。そうですよね、やっぱり不採用不採用って続くと気が滅入る。いや、すごいですよ本当に、うん、どうやって今北さんはこう気持ちをこう前に持っていったというか、自分じゃ解決できなかったので、はい、友人とか家族とか、うん、大学の職員さんとかいろんな方とお話しして、結構相談に乗ってもらいました。なるほど、コミュニケーション取ると、はい、はあ、これは、うん、でそのコミュニケーション自体がまた就活に生きそうですもんね、人と話して。確かに自分の考えとかも整理されていきそうですし、なるほど。いやでも良かったです、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、そして斉藤さんにも同じく江南大学、聞いていきましょう。はい、さあどうでしたか、ちなみに決まった会社は、あ、エスペックっていう、環境試験機器を作っている機械メーカーです。理系なんですね。はい、理系女や。理系女かっこいい。かっこいいですね。理系女。そうか。機械メーカー。津田さんは武系、武系女ですか？武系女です。言いにくいな。武系女。武系女ね。武系女。理系女の斉藤さん。はい。機械メーカー。それはもうお望み通りの。そうですね。就職活動をしていて、自分の入りたい企業っていうのがなかなか見つからなかったんですけど、はい、2月頃に、インターンシップに行かせていただいて、そこでこの企業に入りたいっていう会社さんに出会えたのがここでした。やっぱりインターンシップって重要なんですね。そうですよね。情報を。実際に何に惹かれたんですか、この会社の特に。福利厚生だったりもしっかりしてますし、何よりその会社の雰囲気だったり、働いている人の良さっていうのがインターンシップですごく伝わってきたので、うん、はい、さあそして蛭田さん、兵庫県立大学から来ていただいてます。はいはい、はい、蛭田さんはどういった会社ご職業ですかね？私は商社になります。商社、はいはいはい、商社ってでも一口に言っても、そうですよね、何するとこなのかって知ってらっしゃる方少ないと思うんですよね。うんうんうん、どうなんですか、商社に行こうとされてたんですか？そうですね、私でも先に話してたお二人と違って、はい、結構決めたのが後の方だ、ね、今年の3月とか2018年の3月ぐらい。2018年じゃないんですか？結構ギリギリですよね。ギリギリですね。始まってで、すぐぐらいです。そうですね、滑り込みですか？滑り込みさせていただいてました。おお、へえ、はいはい、すごいですね。けどやっぱギリギリ見つかったんです。それもやっぱ いろいろ動いて、うん、なんとなく豪雪に行った先で今こう泣いていただいた会社と出会って、ここだって思ったのがきっかけですね。なんでそここだと思うんですか？いや、もう合同説明会の会場すごいんですけど、いろんな企業がいていろんな日記があるんですけど、はい、その中でも一番人事の方声が大きくて、一番目がめちゃくちゃキラキラしてて少年みたいだったんですよね。あ、もうなんか偉そうに。ほんまにけどね、就活は恋愛と一緒やみたいな。あ、パンと一目惚れですよ。一目惚れや。一目惚れですね。うわ、で告白して。告白して。じゃないですよ。デートして。デートして、いつ結婚すんの？就活、はい、ねえ、
ひるたさんはちょっとなんかそれ沈んじゃうこととかなかったんですか。特にこう焦ってたとおっしゃってましたけど ね、 見つからなかったっていう、はい、あそうですね。でもどちらかというとその面接とかいろんなイベントがあった時に、うん、商社業界ってすごい個性的な人たちばっかり集まってるところなので、はい、そこでの自分の見せ方ってどうしたらいいんだろうっていう方で、ね、モチベーションはずっと維持できてたんですけど、なるほど、はい、見せ方みたいな部分ではすごい悩みましたね。なるほど、そこがちょっと苦労した部分、はい、自分の見せ方ってことですよね。自己分析みたいなことですか。そうですね、やっぱ自己分析が大変なんですね。みんな具体的にどういう策で解決できたんですか。気になります。私自分の良さが全くわからないままずっと就活をしてたんですけど、でもそういう時にこう仲のいい友達とかを集めて、うん、とにかく私のいいところをめちゃくちゃ言ってもらって、うん、気持ちよくなるみたいな。なんや私利私欲の回で、ね、いやでもほんまこれ大事で多分、はい、なんかその自分ではやっぱ出てこないんですよ ね、 そうですね、人から言ってもらって、あ確かにって思って、うん、そこからこう広がっていくというか、うんね、まあでも就職決まったということで、そうですおめでとうございます、はい、おめでとうありがとうございます。そしてギリギリ、ね、あ、 ありがとうございます。さあ、以上のメンバーで、お送りさせて、待ってください待ってください、ちょっと待ったちゃいましたっけ。あ、野田くん野田くん野田くん、まさに今戦いの真っ最中。そうですね、野田くん野田くん来てくださいました。野田くんはどんな仕事に就きたいなとかもう決まってるというか、はい、ちょっと曖昧なんですけど、はい、まあ、営業職か、うん、あとはまあ今ゼミ活動の関係で人事関係で勉強させていただいてるんで、まあそちらの方に行けたらなとは。人事っていうことはやっぱ総じて結構人とお話しすることが好きなんですか。そうですね、部活でもそういう役職やらせてもらって。あ、何部を。何部を。軽音部なんですけど。うわーかっこいい。いやもう技術はダメなんですけど、あの人脈は人脈だけは人一倍っていうのが自信。技術はあんまりない。ないです。技術ないですか。全くないですけど。何担当。あ、人脈担当です。人脈担当。あのバンドに人脈担当とかないから。どういうこと。ボーカル、ベース、ドラム、ギター、人脈。あ、人脈。人脈野田。よろしくお願いします。ギター何々人脈野田。すごい、プロデューサー、マネージャーみたいなことですか。そうですね、ただいとのただいさんとのライブとか組ませていただく役職に使ってもらって。じゃあその重要な、ね、役割ですよね。バンドに入って演奏してね。まあたまにはするんですけど。たまにはそういうブッキング、大学同士のブッキングがメインです。おすごいな。すごいけど、じゃあそこの活動が、ね、絶対生きるやん、ね、就職。そうですね、それこそそれを自己アピールにできますよね。ほんまやですね。使えるなとはちょっと思ってます。すごい、縁の下の力持ちですよ。うまいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけで本日は、兵庫県立大学の蛭田真由さん、野田光雅さん、江南大学の今北咲さん、斉藤優里さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、就活レディーゴーでした。ネイビーザフロのレディーゴー兵庫。さて、今お送りしているのが102ワークプレス神戸なんですけど、はい、やっぱりいい環境ですよね。すごい。そうですね、うん、なんかおしゃれ。緑もあって、そうそうそう、窓からの景色もすごい綺麗で、壁もおしゃれで、そうで、今は7階にあるコワーキングスペースで公開録音を行っているんですが、はい、この他のフロアはですね、レンタルオフィスになっていて、さまざまな会社が入っているんです、はい、で三宮駅からもすぐなので便利やし綺麗やしっていう、すごいいい環境でお仕事ができそうだなと思うんですけど、そうですね、いや私もこういうところでね、なんかちょっと片手にコーヒー飲みながらやったり、ちょっと君たち、はい、リトルちゃん、今日はね、はい、この会場にこの120ワークプレイスで仕事をしている人たちも見に来てくれてるんですよ。はい、その中で本社は高砂市にあるんだけど、はい、イノベーションオフィスというのがここに入っている、はい、ハンギという会社のお二方が見に来てくれてます。ハンギの、ハンギさん、はい、あ、ちょっと、あ、ど、こ、あれ、あ、いつの間に、いつの間に、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと
ご自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、お願いします。はい、私株式会社ハンギに勤めております総務部業務課から参りました、はい、山本と申します。山本さん、はい、はい、同じく総務部業務課から参りました入社1年目の中尾と申します。中尾さん、よろしくお願いいたします。入社1年目1年目ですか。はい、1年目と2年目です。そうなんですね。フレッシュ、はい、入社、ま、同い年かもしれないですね、私と。差し支えなければお年齢は、はい、23歳です。23歳、はい、平成に、6年です。どうですか。私7なんで平成7年、うん、ということは中尾さん同じ代です。はい、あ、なるほど。いや、ちょっと親近感というか、はい、平成落ち着いてできそうな気がします。どうでもええわ、ごめんなさいね。はい、いいなら同い年でね。同い年で仲良くよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこのハンギさんって、はい、大阪の坂に技って書いてハンギさんなんですけど、はい、どんな会社なんですか。そうですね、簡単に言うと発電に関わるお仕事をしている会社でして、はい、タービンとか発電所関係のお仕事をしております。へー、はい、発電所を作ってるんですか。はい、いや、発電所関係でちょっとお客さんの技術支援っていう形で、例えば設計とかシステム開発とか品質管理とか、はいはいはい、そういうところでのお仕事になります。なるほど。その中で、総務部、あ、総務部なんですけど、はい、私は採用担当しておりまして。あ、人事でめちゃくちゃ早い、はい、すごい。そうなんです、ね、採用担当されてるんですか。はい、じゃあ面接を。あ、そうですね、面接ですとか、あとは私は主に新卒の方を、はい、担当してますので、うん、書類選考とかもやってますね。説明会とかも。あ、すごいですね。なんかありますか、こういうとこ見てますみたいな。はい、あ、なんかね、あ、そうですね、やっぱり結構こう面接をしていると皆さん話す内容とか、はい、結構すごくこう練って来てらっしゃるなっていう風に思うんですけど、はい、結構こう細かいところ、うん、例えばスリッパの脱ぎ履きとか、うん、最後のお辞儀とか、うん、入室の方法とかっていうのも結構見たりしてますね。やっぱりそれって大事なんですね。細かいところに出るんですね。はい、人が出るなという感じで、多分日頃の生活がにじみ出ちゃうんでしょうね、多分だらしない人は。そうですね、私もちょっと見習わないといけないなとちょっと反省しながら。ということは山本さんもちょっとだらしない生活を送られてる、そんなことないよ。そうなんですね、謙虚に言ってはんねんか。中尾さんは。はい、私はイラストなどのデザイン業務をただいましております。イラストを考える。はい、会社で採用時に使うポスターであったりだとか、 あとは社内で注意事項を書いたステッカーなどを作成したりしております。おー、なるほど、はい、社内で使うやつですか。あ、社内で使うものもあるんですが、社外に出すものも、どちらも作っていく形です。それってそういうお仕事したいから入ってきたのか、それとも、はい、ハンギさんに入った後に、あ、君デザインできるんやったらやってって言われてやってるのか、うんうん、はい、どちらなんですか。もともとデザインに興味があって学生時代に勉強もしていたんですけど、うんうんうん、就職となるとどうしてもデザインっていう職種柄ちょっと敷居が高くて、うんうん、はい、諦めていた部分があったんですが、うん、別の職種を希望して会社に入ってからデザイン業務っていう形で配属になりまして、はい、なるほど、はい、ちょっと珍しいパターンですね。そうですね、一旦諦めた仕事の内容を別の会社でちょっとできてるというか、はい、そうなんです、ですよね、はい、そうか、巡り合わせですね。おー、ほんまですね。確かに、これこそさっきおっしゃってたご縁ですね。はい、へえ。でもその本社が高砂にあるということで、はい、でも120ワークプレイス神戸で入ってるということ で、ね、うん、なんでここにオフィスを構えてるんでしょうか。そうですね、そうですね、やっぱり一番は立地の良さっていうところですね、うん、はい、高砂よりもやっぱり三宮の方が人が集まりやすいというのと、うん、でただ三宮に作るっていうだけじゃなくて、こうやっぱり120だから入ったっていう感じですね。そうなんですか。どうですか、居心地なんかは。
そうですね、居心地は本当によくって、やっぱりこう小規模のスペースなので集中できますし、うん、ちょっと気分転換したいなとか、なんかちょっとアイデアちょっと考えたいなって時は7階のこちらのコワーキングスペースの方でちょっとコーヒー飲みながら考えたりとか、はい、そういうこともしてます。まさに今ここ僕たちがいるとこですよね。そうです、はい、コーヒー飲みながらお仕事ができる。あ、最高ですよね。ここ、はい、の魅力とかありますか。うん、そうですね、魅力というとやっぱりこのそもそもこのワークプレイスに入居したっていう理由の2つ目がありまして、はい、それがやっぱりこう人が集まる場に、まあ、参加したかったっていうことがあります、はい、やっぱり当社高砂が本社なんですけど、ちょっと田舎でローカル地域なので、やっぱりこう三宮で学生さんと触れ合ったりとか、他に入居されてる方とちょっとコミュニケーションの場を作っていただいたりっていうのがすごくいいなっていうふうに感じます。なるほどね。でも我々もこうやって言ったらお借りできてるわけですもんね。そうですね、スペースを、うん、だからいろんな方が集まる、うん、チャンスのある建物。さて、その山本さんはもう採用担当もされているということで、はいはい、お二人からちょっと就活中の皆さんにエールを、お願いしたいんですけれども、じゃあまずは山本さんからお願いいたします。はい、はい、そうですね、やっぱり就活っていうのはご縁があるなっていうふうに私自身も感じていて、はい、例えば環境ですね、ちょっと面接の場で怖いなとか緊張するなとか、そういう場も絶対あると思うんですけど、うん、そういうところでこう逆に燃える、ちょっと頑張ってやろうっていう気持ちになる方であれば、そういう会社の方が合っているし、逆にちょっと実力を出せないなとか、なんか無理だなって思う場合だったら、その会社は合っていない、ご縁がなかったのかなっていう直感を信じて決めるっていうのも結構大切かなと思います。なんか先週今週と結構皆さん口揃えて同じこと言っていただきますね、はい、ですね、直感を大事にして、はい、でもまあね、皆さんがそうおっしゃるってこと、本当にそれは大切なことなんですよね。いや、ほんまにダメだったからといって、うん、落ち込むことでもないですし、うん、やっぱり縁を大事に、はい、次へのきっかけだと思えば、ね、確かにね、はい、もうね、うん、言うてる間じゃないですか、うんうん、その就職、就職ね、活動ね、うん、だからもうその寸前に聞くアドバイスとしてはいいですよね。あ、めちゃくちゃ、ほんまにそうですよね、力になってよかったです。すごく金言的に、はい、そうそうそう、1年前から準備とかじゃなくてですね、うん、今聞くのにぴったしのアドバイスありがとうございます、はいはい、そう、そして中尾さんなんてもうこの春に就職、昨年の春にまさに就職されたわけですけど、はい、そうですね、はい、いかがですか、エール。あ、そうですね、直感っていうのも私も大事かなと思うんですが、はい、私が就職活動をしている中ですごくぶち当たったのが、なんか自分の中での焦りっていうのがすごく大きくって、うん、っていうのも今日3年生の方が多くいらっしゃってると思うんですが、ちょうど私が3年生の時に学内での対策のイベントなどが多く行われ始めていて、はい、でそのイベントを通して自己分析が大事だとか、 SPI を勉強してくださいっていうことや、こう早め早めに動きましょうっていう話があったりだとか、うん、すごくこうアドバイスを受ける中で、毎日こうどっと疲れて帰るというか、はいはい、焦りがどんどん募っていくっていうことがあったんですが、はい、焦らずに周囲の、うん、周囲とこう比較せずに自分のペースで頑張っていただけたらいいのかなと思います。なるほど、なるほど、まあ、余裕を持ってなおかつマイペースで動くということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、いっぱいいっぱいになるとね、うん、回らなくなっちゃいますからね。はい、はい、ありがとうございました。貴重なご意見でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この時間は半期の、山本さん、中尾さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。兵庫県で就職するならネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。ここで就活に関するインフォメーションです。兵庫県では学生の皆さんのインターンシップを全面的にバックアップする兵庫県インターンシッププログラムを展開中です。インターンシップを受け付けている県内の企業や団体をウェブ上で探してそのままエントリーできるので簡単です。大学生、短大生、高専生、専門学生で所属している学校が登録していれば学年に関わらず誰でも参加できます。
詳しくは兵庫県インターンシッププログラムで検索してください。さあ、それではネイビーズアフロのお二人からもライブの告知をお願いします。お願いします。はい、今月末ですね、はい、東京の方で単独ライブがあります、うん、1月27日16時30分から東京渋谷の無限大ホールという劇場で、はい、60分の単独ライブがございます。ぜひお買い求めになって見に来てください、はい、お願いします。お願いします。ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。もうお昼ご飯食べた後って眠気が襲ってきて大変なんですよ。そう、うん、俺はそんなことないけどな。そうなんですか。なんかしてはるんですか。まぶたに目描いてたらな、寝ててもバレへんねん。バレるわ、そんなやつおらんやろ。はぁ、あ、おはよう。なんか言うた。全部寝言やった。それでは、お送りしてきましたネイビーズアフロのレディーゴー兵庫、エンディングのお時間でございます。はい、ありがとうございます。なんかもうほんま毎回ね、多岐にわたるゲストの方と喋れて、うん、ありがとうございます。もう今日、ね、いっぱい来ていただいてね、うん、大学生の方もほんまにたくさんお客さんが、はいはいはい、ありがとうございます。ほんまに嬉しいです。ぜひ聞いていただきたい。はい、あ、びっくり。いっぱい来ていただいてねっつって、なんかその後あるんかと思ったら、うん、それで終わったんで、なんかじゃなかったんですね。 いっぱい来ていただいて、なんちゃらかんちゃらとかじゃなかったんですね。ゆっくり喋ろうってそうなんですね。さあ、今日もプレゼントございます。やったぜ、はい、ラジオ関西オリジナルのクオカードとボールペン、うん、はい、いつも通りのプレゼント、うん、ご希望の方はメールの方、プレゼント希望とお書きの上、住所、氏名、年齢、電話番号を明記してください、うん、そして、はい、navy@jocr.jp でお待ちしております、うん、はい、ツイッターの方はレディーゴー兵庫をフォローしてから、プレゼントの記事をリツイート、うん、リツイートしてくださった方の中から当選された方にはダイレクトメッセージをお送りします、はい、さあ、明日はですね、うん、就活用のスーツをきれいに干してみましょう。大事ですね。大事。それでは社会人に向かってレディーゴー。この番組は兵庫県の提供でお送りしました。